ジェイドゴート、こちらはクリムゾンバイパー、聞こえていたらサインを。 OK、 対象が現れた。仕事を始めるわ。シャドルの総帥ベガ、多くの人間がベガを追って命を落としている。そう、彼のように。ようやく会えたな、ベガ。チャーリー・ナッシュ、アメリカ空軍中尉でベガを追い続けていた人間の一人。ドラッグ密売容疑で連行する。その後のことは5分後に来る仲間のヘリの中で聞こう。面白い。その5分、貴様の人生最後の時間にしてやる。彼は知らなかったのだろう。ベガの力が自分の想像を大きく超えたところまで及んでいたことに。まだだ。来たか。あれはベガ様。ファン、独身の使い手でシャドルの新たな幹部、そしてかつてベガによって粛清された麻薬組織の唯一の生き残り。当時有数の麻薬組織だったブーハンはシャドルの傘下へ加わったと思われていた。バカどもめが。でもある時ブーハンは消滅した。それを行ったのはベガだった。共に心からの忠誠を。忠誠など不要は。シャドルでは力を持つ者だけが生を許される。我が力の前で貴様は命をつないでみせた。力を失えば次は死ぬ。それだけのことだ。シャドルで生きるなら役に立ってみせろ。はは。計画はどうなっている。はは。 PSA は現在7つとも最終段階に入っております。また AS とドールズの調整も順調で、現在は各地でテストを行っています。間もなくです。これらをもって世界を恐怖に叩き込み、ベガ様のご意向を世界の隅々まで行き渡らせましょう。世界征服の計画、やはりハッカーたちや SIN 研究員が失踪した事件の黒幕はシャドルだったのね。でもなぜかしら、シャドルもベガの目的はこれだけとは思えない。気づかれた。ネズミめ。もしやスパイが。もはや奴らには止められない。全ては終